今回は OVA 版ブラックジャックを楽しむみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。全体的にちょっと雰囲気が大人向け、映画もある。どの話もいいけど特にサンメリーダのフクロウがおすすめ。 OVA のピノコは結構18歳に近い喋りしてたな。設定が曖昧なのか舌足らずな口調が一切ない。監督は最初ピノコの存在をミットするつもりだったけど、スタッフにめっちゃ反対されてしぶしぶ登場させたんだとか。ただ後で、俺にもピノコの重要性が分かってきた、とも言っていたらしい。実際人面笠あたりになるとピノコは原作風の可愛い幼女キャラになってるよ。なんかバッドエンド率高かった記憶がある。出崎治監督の色が強くて好きだな。自分にとっての初ブラックジャックがこれだったので思い入れがある作品群。劇場版で超人と引き換えにズタボロになったトップアスリートたちの姿もだけど、超人になる現況が環境問題にまで行く人の上満載な話。キリコの出る話、雰囲気あって好き。先生にルー突きつけられてるのに、迷わず発砲許可出す CIA 職員が覚悟決まりすぎてる。人命層のやつグロかった。山木さんの演じられるキリコがナイスミドルでかっこいいんだよね。風来坊のハーレー乗り、音楽をたしなみ安楽死の時や患者を見る時などに音楽を流す。自暴自棄になってキリコに安楽死を依頼しようと弱音を吐いた患者に対し、自分の正体を隠したまま、高額な依頼料が必要だからという理由で治療を続けさせる。毒物の知識から病気のヒントを見つけてそれをブラックジャックに託す。など原作とは大幅に違うもののしっかりキリコをしていたよね。平成放送で OVA を見たのが初めてブラックジャックの存在を知ったきっかけだった。それが麻薬中毒者を描きブラックジャックが麻薬撃たれたりするエピソードだったんで半ばトラウマだったが。壮烈遊戯か。あれマフィアが逃げたままだから後味悪いよね。第1話、流浪、キマイラの男は原作のエピソードやキャラの盛り込み方が好き。クロスワード G さんは原作でもいいキャラだったけど倍盛りでかっこよかったな。あと嫌味エリートのデビッドが、サユリを守るために、俺、会社辞める、って叫んで暴動に立ち向かっていくところ大好き。まあものの一瞬で殴り倒されて終わるんだが。オリジナルの、雪の夜話、恋姫、は初見はボロボロ涙を流しちまったな。結番エピの、沈む女、が映像化されてるという。沈む女は批判する人もいるけど個人的には好きな回。クビになっちゃうかも。って言いながら B 芸に契約料を差し出そうとする当事者会社の社員とか、なんとか突き込み被害者認定カードを作ろうとする。市役所の女性職員とか力を持たない脇役がそれぞれなりの正義感や倫理感で踏ん張るのがいいんだ。汚染された魚を買い取って土に埋めてた温泉宿の主人やタクシーのうんちゃんなど市井の人の善意が光る話だったよね。TV アニメよりも先にアニメ化されたけど、最後の型に出たやつは TV アニメよりずっと後に出されたんだよね。夏休みの再放送で見て、キャラデザ表情の濃さが怖くてトラウマになった。デサキイズムがすごく出てるけど、虫プロ出身で手塚治虫を尊敬しているだけあってものすごい敬意を感じる作品でもある。演出や雰囲気が全体的に渋い。何気に BJ、大塚明夫、ピノコ、水谷優子を確立させた作品でもある。なお当初は別の声優が BJ を演じる予定だったとか。大塚さん自身が本来は内藤剛だった予定だけど急病で音響監督の勧めもあって登板したって話してる。ついでに壮烈遊戯は、ごめん後タップ送信した。壮烈遊戯は林原めぐみ他3人有名な女声優がゲストに出てくるけどピノコの大出落ちなのかなって面々。記憶の君へが超名曲、それが使われてる回も傑作なので余計に印象に残る。超人類 BJ が全作品で最高の能力持ってるんだっけ。緑の思いが超常現象系の最高峰だと思ってる。神経繊維一本に擬態する寄生虫がヤバすぎる。どうやって体を細めてたんだ。あの話もハムエッグ、善人とまではいかずとも結構いいキャラしてて好きだな。ハム、へえ、やっぱりミシェール、プチはいいな。マネージャー、なんだよ、
散々こきおろし騎士書いてるくせに、ハム、商売は商売。ああ、いい。という力の抜ける良いラスト。ミシェール本当に頑張ったもんな。感動しているピノコを尻目にブラックラックは寝落ちしてる。というオチも素敵だった。PVA のブラックジャックって妙に色気あるよね。超人類大好き。OVA ブラックジャック最高傑作。サンメリーダのフクロウに決まる。さあ出かけよう愛しい子よ。サンメリーダサンメリーダ。お前の好きななんとかかんとかでフクロウが泣いた。うろ覚え。歌詞全然覚えてね。お前の好きなサンメリーダの森でフクロウが泣いた。20年以上経つけど忘れないもんだな。ブラックジャックっていつ見ても面白いからすげえよな。壮烈遊戯もおすすめ。デザキハンブラックジャックとかいう。キザで人たらしで色気の塊みたいな男。医者のくせに気軽に患者の脳を焼くな。ブラックジャックに負けず劣らず出先番のキリコもハーレー乗りの音楽好きという色男だぜ。キリコ良いよね。原作と違う丁寧な口調とかドツボにはまるわ。こんな名作が今なら無料配信してるから見て、どうぞ。安楽死専門の黒い医者だけども治療の目処が立たずに、自暴自棄になってる患者が彼本人とは知らずにキリコに依頼をしようとしたら、高額な費用がかかることを理由に思いとどまらせたりと、原作でも描かれた医者としてのスタンスもしっかりと強調されてたよね。面白いよね、出崎監督版の。多分セルガだろうけど、それも雰囲気があって好き。政治際によっては原作より好き。サンメリーダの子守歌が耳に残る。キャラデザ好き。出崎演出が光る。マリアたちの勲章、タイさんは、が一番好きなんだけど、公式が配信するときもいつも3話だけはぶられてて悲しい。戦国時代にタイムスリップする話は最初困惑した。ブラックジャックオブヤには致命的な弱点がある。後味の悪い話が多いことや。人面相だったりシズムだったりエピソード選出が重くねえかなって思ってんだ。しかし、魅力的なサブキャラも多いのです。沈む女の会社の人やサンメリーダのフクロウの敵の軍人は麻薬ですね。陰銀なキリコが麻薬ですね。これのコミックス版は時々バカをやりたくなるんだ。あんたとは一生の向きにならないのセリフがカットされとるんや。悲しいんや。